ゃあ、VQライナーの説明をさせていただきます。ですね、この機械は今年新開発した機械になるんですけど、従来のものはですね、やはり多少価格が高かったのがあるんですけど、これはもう普及を目指して価格を従来のものより安くていいものをということで作った商品になってます。で、弊社の製品としましては、他社のライバルメーカーさんだとかがインデックス方式を採用されてるんですけど、それと比較したときにですね、弊社の、装置はこうそれぞれまっすぐにこう出していきますんで、まずワーク詰まりとかが起きにくいのとですね、あとは段取り替えの時とかに、インデックス方式だと円盤を交換したりだとか、その段取り替えの時間がどうしても余分にかかってしまうのは、もう弊社の場合はノブ一つで簡単に段取り替えができますんで、例えば多品種小ロットだとかの要望にも合うようにできています。あとは本当にスピードです。もうスピードは一番だと思ってるぐらいなんで、そこら辺がそうですね、自慢になってます。はい。